築200年廃墟になってしまった祖母の家、荒れ果てた庭にゴミだらけの家、この家の歴史を守るため3人の孫が立ち上がった。廃墟を古民家宿へ。おはようございます。おはようございます。今日は、まず断熱材の隙間が空いてる部分をさらに断熱材で詰めて、はい、そこから防水シートをはめていきたいと思います。はい、前回、断熱材だけど、まあ、大工さんに確認したらこの上の隙間と、この1センチぐらいのこの隙間のところもこう指でこう突っ込みながら巻いていってほしいということだったら、まあ、それやってたらよし、暑いけど頑張ろう。あ、ここまでは持ってきます。とりあえず俺さ、向こうにじゃあ血詰めて刺してとか、1センチぐらいだからちょっとまちぎってくるな。もらっといて、鉄骨熱っ。いいね。
こいつもこっち来るんですよ。よし、そしたら上をじゃあ防水シート、うん、これじゃあ上側をつけていきましょう。
個分貼っちゃった。むずっ。マジガチコラボしどんどん熱くなる。マジシュッポが入ってきた。品川橋そうだね。ここら辺で切ってるとして、うんうん、こういうこっち向きでさ、やってきゃ、うん、あのが一番無駄なく、うんうんうん、回っていくんじゃない？
無事ねこっちの面も綺麗に防水シートを貼ることができました。ここからねさらにサッシ部分をくり抜いて防水テープで貼り付けたり、ビラビラしている部分を防水テープで貼り付けたりします。そしてまだこっちの面はね、少しだけ塗装する部分があります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。